もう今日ね、ちょっと汗かきすぎて、奥ゆいラジオ配信。そうなの。こんばんは。こんばんは。この人たちに泣いちゃう。そうなんですよ。皆様、まずは、キスミが、TIF2023PR 大使のグランプリに選ばれました。ありがとうございます。嬉しい。キスミが、えっと、 6月4日までかなこの1週間の期間その「ミクチャ」での配信を頑張ってみんなが応援してくれたおかげで配信のポイントで1位だったんですけどそうそれで最終面接もうキスミが行ったりしてすごく頑張ってキスミがめちゃめちゃニーニーのためにって言って頑張ってくれて今回ティフの PR 大使にキスミが選ばれました すごいよケツ本当にすごいめっちゃ嬉しいそうめちゃめちゃね毎日毎日頑張ってねもう一円ハゲができるぐらいめちゃめちゃ頑張ってたからすっごい嬉しいです、うん、だからちょっとこれからすごいいっぱいなんかその撮影だったりとかその優勝特典みたいなやつがある。 みたいなんですけどそういうのできっとキスミも忙しいんだろうなって思うけどそうでも223チームみんなで支え合って頑張ろうと思いますそうめっちゃ嬉しいはーい、そうっていうがめちゃめちゃ楽しみライブめちゃくちゃ楽しみです <laughs> そう。 めっちゃ、ね、野外ライブできるのも楽しみだしね。ティフでね、声出しがね、できるからね。みんなの声めっちゃ聞きてーと思って。めっちゃ楽しみです。早くライブしたくて。早くライブがしたくてたまらんもう <laughs> やったねー、みんなー。ひずみが優勝取ったよー。ひずみが書いてくれたこの写真のやつめっちゃ嬉しいんだけどこ。2位にこの夏優勝するぞーって。めっちゃ嬉しいんだけど。<laughs> やりました。 キスミ姉さん、本当に本当に、ニーニーのために頑張ってくれて、ありがとうございます。そしてみんなもキスミのことをいっぱいいっぱい応援してくれたり、すごくお金も時間もめっちゃかかる中、ビクチャの配信とかで応援してくれたりとか、ありがとうございます嬉しい、めちゃくちゃ。リフ頑張るリフ頑張っていろんな会場でいろんなライブができるようになりたい。うん。ライブ早くしたいです。 ええ、どうなんだろうメインステージ絶対立ちたい。やっぱり目標のライブ会場とかもあるけど、TIF でメインステージに立つっていうのも目標の一つだから、今年まだどこの会場で何時にやるとかは決まってなくて、2位には t ィ f の8月4日と5日を、そう、出演は決まったんですけど、 だから、まだどこで立てるか分かんないけど、メインステージに立ちたいっていう気持ちは、がめっちゃあります。そう。ゼップダイバーシティとかは立ったことがないけど、ゼップの会場がめちゃくちゃ好きだから、そこで立てるように頑張りたい。です。うん。そう。パフォーマンス、ええー、ありがとう。二日とも見に行くよ。パフォーマンス見たい。送りもパフォーマンス早くしたい。 ね、みんなに見に来てほしいです t i f ぜひ8月4日5日こちら私たち2位に出演するので皆さん開けといてくれたら嬉しいです一緒に野外ライブぶち上がりましょうねいや最終日出れるのかな3日間出れたら出たいなでもうんまだ分かんないけどでも出れたら嬉しいなと思ってすごく楽しみですうん。 行くしかない。ええー、ありがとう。そう、めっちゃ見たい。本当に。お国もめっちゃ出たいし、めっちゃライブしたい。今もめっちゃライブしたい。ぶち上げたい。<laughs> 気持ちで。いっぱいです。うん。そうなの。今日はね、でもね、お昼からね、あの、内視鏡検査、鼻にね、あの、内視鏡みたいな感じで、 出て、え出れるの最終日。<laughs> 出れることになったのニーニー。えそうなの三日間出れるの三日間出たい。メインステージ立ちたい。うん。去年タンバリン選手権でニーニーが優勝できたから、今年はキスミがティフの PR 大使で優勝。 したから、そう。だからもっと、いっぱいいろんな人にニーニーが知ってもらえるように、なんかフロアを盛り上がらせたいな。めちゃくちゃ。<laughs> かわいい役あ,ありがとう。もちろんね、もちろん私たちは、めちゃくちゃライブしたいし、もう、ティフでいっぱいいろんな人に知ってもらいたいっていう、めっちゃ意気込みというか、 気持ちがすごく、めっちゃ高まってるから。うん。そう。だから早くライブしたいです。6月まだライブできてないから。やる気本気元気。奥ゆはね、本気本気元気なんだ。<laughs> 本気本気元気なんだ。そう。だからね、みんなも、ぜひここの配信を見てくれてるみんな、まだニーニーのライブ見たことないよって人とかもいると思うけど、 このテロップに書いてある7月31日月曜日エビスリキッドルームでのツアーファイナルもそうだし6月21日の渋谷ウームである私たちの定期公演もそうだしこの夏開催される夏染めだったりスパークの野外ライブとかもいっぱいライブがあるんですけどティフもね今話したやつ みんながこうやってライブに足を運んでくれたらすっごくすっごく力になるしみんながこう足を運んでくれるからニーニーがいっぱいライブできてるのでぜひこの夏もみんなお仕事とかめちゃめちゃ忙しいと思うけどティフそしてツアーファイナル足を絶対絶対運んでくれたら嬉しいです。よろししくくお願いしますニーニーの夏夏は暑くて 昔はすごい苦手だったし、まあ普通の、普通に過ごしてたら夏は苦手なんですけど、でも、このライブができる夏は大好きなので、野外ライブでみんなと汗かいて騒ぐ夏が大好きなので、ライブ早くしたいです。ライブ来て待ってるよ待ってます。よし、頑張ります。うん。新曲のレコーディングもね、私はまたこれから できてない部分を取り直したりとかしたりするんですけれどもでも新曲も今レコーディングしたりとか振り入れはこれからなんですけどどんな振りになるかはまだ分かんなくてあれなんだけどそういうのも楽しみだしうんだから,今からめっちゃ楽しみそう頑張るいっぱいね休みの日の間とかもねいろんなアイドルさんとかアーティストさんのライブの映像とか ライブ見たりとかして早く自分たちもこんなライブしたいってめっちゃ思うからうんそうその気持ちも運営さんにいっぱい言ったりとかいっぱい言葉に出してそういけたらいいなって思ってるでき,できるように頑張りますうん喉とか体調大丈夫だよ おは今日ねあのボイスクリニックに行ってね内視鏡検査してね行ってきてねお薬ももらってやってきたので大丈夫そうですうんそう,うわあねえティフ楽しみめちゃくちゃ去年なんか一番最初のティフと去年のティフとはまた違う今年は PR 大使がニーニーにいるし 去年のタンバリー選手権優勝とか、去年はアイドル総選挙で5位だったりとか、少しずつニーニーに自信がついてきて、メンバーみんなも、ニーニーのグループとしても。だから、そんな中、声出しありでみんなとライブできるの嬉しいし、去年まではニーニー知らなかったよって人もきっとたくさんいると思うけど、今年はニーニーと一緒に、岐阜で一緒に盛り上げられたら嬉しいです。うん。 の動画でも多分 YouTube とかに上がってるのはねあれだねあの無断天才みたいなやつだからタンバリンのは上がってないんじゃないかな去年のやつは配信とかで今年見れるのかなわかんないけどそうまあでもね去年もそうやって優勝みんなでできたりとかできたり今年も4ニーニーがもっと知れるように。 頑張りたいいなって思いますうんそうなのアップされてないそう YouTube のはね多分ね全てほぼね無断天才なのでお気をつけください皆様お気をつけくださいうんあ水間。水間。水馬 水間なので飲みますあと漢方飲まなきゃ漢方もらったんだよね漢方漢方飲みまーす漢方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 ,漢方,漢方 <laughs> ごめん KP してなかった KP みんな KP あ漢方も KP じゃん受け <laughs> ウケる漢方も KP だったよし 私のもらった漢方は、つむらごれいさんってやつです。つむらごれいさん。いただきます。怖いな。苦いかな苦いのかなわ、なんか匂いは結構、あんこの匂いする。いや美味しそう。いただきまーす。うーん。 うんもう美味しいかって言ったら美味しくはないな美味しいかって言ったら美味しくはないなはい <laughs> これが僕漢方全然飲んだことなくてなんか結構メンバーが漢方を飲んでるからそうめっちゃ飲んだメンバーが漢方を飲んでるからさ漢方をもらったりとかして飲んだことはあったんだけど初めてもう飲んだ まあんま美味しくないね。うん。でも健康な味がする。うん、健康な味がします。わーい。漢方苦いね。そう。で、それでね、あの、鼻のね、内視鏡痛かった。初めてこんな鼻の奥まで、ぐーって、なんか、カメラ入れられてさ、自分のさ、あの、喉の声帯初めて見たんですけど、マジでグロいんだけど、怖かった見るの。なんか、 お医者さんに「あの声帯これ見れるから」って言って見せてもらったんだけどグローすぎ「<laughs> いやこんななってんだ私の体」って思ってびっくりした黒かった本当にもう嫌あれ見たくないみんなもあの気をつけてね本当にあのめっちゃね内視鏡検査怖いし声帯めっちゃ気持ち悪いからねみんな。 覚悟してみなきゃだよ。グロいよ。グログロ。うん、グロテスクでした。<laughs> そう。え、グロかったよ。見させられた、無理やり。無理やり見させられました。最 <laughs> 悪と思って。ね写真とかね、もし撮れたらね、みんな、そう。みんなに見せたかったけど。<laughs> いや健康な状態でもグロい。い全然普通に。だって、 自分の喉のところだから、なんかすごい血管とかめっちゃ見えたし、自分の体内ってこれなんだと思って。怖かったです。うん。怖かった。チアーズで見れます。撮ってないよね。今度もしなんか機会あったら撮れたら撮りたいな。<laughs> 撮れたら撮りたいけど。そう。いやーでもそんな感じ初めての経験をしましたね。今日は内視鏡検査というかデータ欲しい。 <laughs> データ惜しいわわろたすぎる今度言ってみるかデータ <laughs> そうですねデータもらいますじゃあもらおうと思います <laughs> イエーイそうなのそれでね内視鏡検査した後と僕ゆうはちょっとねアンリとね今日はラキアさんのライブを7周年ライブを見に行ったんですけどその前にちょっと時間があったので一人でカラオケ30分ぐらいだけ。 時間潰したんですけど、カラオケが220円でめっちゃ安くてびっくりしたっていう。インスタライブそこでしたんだけど、あの、飲み放題あの、ドリンクバーみたいなのついて、220円。安くないびっくりした。<laughs> そう。ラキアさん行ってきたの。いや、私もさ、多分みんなはさ、アンリがラキアさんが好きなのはきっと知ってると思うけど、 あ、862日おめでとう。ありがとうございます。改めまして、ニーニーの黄色担当の奥ゆいです。毎日ショールーム中なので、ぜひ奥ゆいのショールームをフォローして通知もオンにしてくれてたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうなの。安かった。そうで、みんな多分、ラキアさんはアンリが好きだっていうの知ってると思うんだけど、奥ゆいも、あの、ニーニーの視聴性フェスで、 ラキアさんが出演してくださったりとかその他の対バンライブも何23回ぐらいは一緒になったこともあってライブを見たりとかする機会があったんですけれどもそうだけどなんか今回このノットフェスで私まあ普通にマーウィズ・ア・ミッションが昔から高校生の時から好きなバンドでマーウィズが好きだったのでノットフェス今回4月そう1日 行こうと思って行った時にオープニングアクトでラキアさんが出るということで最初から見たんですけどもうその時のライブもめっちゃかっこよかったし MC の時に言うことが一つ一つ自分に刺さるしマーループの時も自分の出番が終わった後にライブ見たんですけどもうなんかパフォーマンスの技術もそうだけどなんかライブもすごい楽しいし曲もめっちゃ好きでかっこよくて。 でなんか自分ももっと見たいなって <laughs> 思って今回あんりが誘ってくれたので一緒に行ったんですけどマジでかっこよかったもうレオナさんもねマネージャーのレオナさんって方がいるんだけど「レオナさんも行きたかった」って言ってたけど今回行けなくてそう。 奥行 <laughs> は好きな曲 <laughs> えでもちょっと定番な感じになっちゃうかな。サバイバーかっこよくて好きです。そうでもすごく楽しかった。めちゃくちゃなんかライブが好きなんですよね。めちゃくちゃ。ライブをやるのも好きだし、見るのも好きだし、そう。だから、 うん。もっとライブをしたいし、ライブ行きたいし、そんな気持ち。特典会はですね、私はね、全員回りたいと思ったんだけど、初めてだから。全員回りたいと思ったんだけど、さすがに、ちょっとワンマンライブだし、7周年ライブということで人が多すぎて、二人しか回れなくて、エルちゃんとミリちゃんのところに行ってきたのですが、そう。だけど今度行った時は、 全員と撮りたいなって思った。そう。実は初めての特典会で、人生初でしたね。人と、こう、並んで特典会っていうのが、私は本当に初めてで、サイン付きで、のやつにしました。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいし、めっちゃかっこよかった。<laughs> いや、なんかあんな、まあ2位にはまた違った、 感じではあるけどでもなんかあんな感じでかっこよくめっちゃ盛り上げられるライブがしたいなってめっちゃ思ったしうんやっぱり刺激をもらえます、ね、こうアイドルラキアさんもアイドルではあるけどこうフェスとかにもいっぱい出たりしていろんなところでかっこいいライブを自分たちのそのままのどこに行ってもどんなステージに立っても おじけづかず自分たちの色を出してるラキアさんがすごいかっこいいなと思ってそうだからそんな風ににんか大きいステージに立っててもいつもの自分たちのこの雰囲気を出せるようなライブがしたいなってめっちゃ思ったうんそう人生初でしたね特典会はめちゃくちゃ緊張したけどでも 嬉しかったしまあライブがとにかくかっこよくてかっこよかったです余韻ですね <laughs> 早く2位にもライブしたいなって思え思ったそう今回ウームだったから渋谷の渋谷のウームで6月21日に水曜日に私たち定期公演があるんですけど単独ライブ 久しぶりの単独の生誕とかそういうのでも何でもない単独ライブがあってで7月31日のエビスリキッドルームのこの決起集会でもあるライブなのでそうそこでまあぶち上げられるようなにぶち上げたいですうんそうイヤモニもまだどこで使うかわかんないんだけどイヤモニとかもこまあ前回型取りを 最近したしたまあ慣れるまではすごい時間かかるって言ってたけど早く慣れてイヤモニとかも使いこなせて最強のライブでできるように頑張りたいですそうみんなちょっとあんまりなんか重い話になっちゃったかな重くないかなでもわかんないけどでもこうやっていつもショールーム遅くなっても聞きに来てくれたり今日はインスタライブも急にやっちゃったんですけど。 聞きに来てくれて、コメントしてくれたりとか、いっぱい話してくれて本当にありがとうございます。僕は結構、ライブとか見て、刺激もらったりとか、ライブして、パワーをもらうタイプなんで、そう。だから常になんかこの、音楽を浴びてたいし、常に、そう。 ライブのあるとこで生きてたいなって思います。なんか少し、まあなんだろう、こう01ファミリアで私たちライブ、アイドルをしてるんですけど、そう。まあ、あの、やっぱりちょっとニーニーは他のハッシュタググループとは少し経路が違う感じもするかもしれないし、私もなんか自分自身ちょっと なんか違うととこもあったりするかなとかかななんか少しみんなとうまくなんかたまにちょっと不安になる時はあるでもライブが好きっていう気持ちも盛り上げたいっていう気持ちもめっちゃあるしその気持ちは負けないけどなんかすごい何て言うんだろうね自分はこういう感じのライブへの気持ちというかでなんか。 少しみんなと違ったらだ大丈夫かなとか思ったりはしたりする時もあるけどでも、うん、いやメンバーととかじゃなくてなんだろうニーニを好きなみんなが求めてるなんだろうまあ言うと難しいけどそのネガティブな感じではないんだけどすごいネガティブな感じじゃないけど 難しいけどまあうんまあ難しいです。そうでもまあたまにはそう自分って自分のライブの仕方合ってるかなとか思ったりちょっと悩んだりとかする時もあるけどそううんまあライブが。 好きでね、自分もねこうなんかみんなの気持ちになってみたい、うん、しなんかフロアを盛り上がらせたいです <laughs> うんなんかそうだねどこまでそうなんかこの「ハッシュタグレコード22」で。 どこまでのどんなライブがどこでどこの会場でできるとか自分たちの頑張り次第だと思うけどいっぱい目標があるのでこれからも目標のステージに立ちたいなうん目標のステージに立ちたい絶不立ちたいし そう。もう一回生バンドでのライブもしたいしね。そう。めっちゃそれは思う。うん。早くライブしたいですね。皆さん。楽しいですよ。<laughs> 楽しい。やっぱり。 うん。なんか6月全然してなすぎてみんな何してんのって思っちゃう大丈夫かな <laughs> でも次はね大阪なんですけど、6月11日に行くんですけどね。あ、さ、明日になっちゃったね、もう。今日が撮影会で、次の日だもんね。大阪だよみんな。沸かすよ。<laughs> 大阪沸かすよ。楽しみ。大阪。めっちゃ楽しみ。 でも久しぶりのライブだから少しドキドキしてるけど楽しみです。<laughs> ねえ、ライブ行きたいよね。わかるなんか声出しがさありになってさらに楽しくなっちゃって困る。<laughs> さらに楽しくなっちゃって困るよ、奥ゆいは。楽しすぎ。<laughs> うん。困ってます。そう。でも今日は奥ゆいは あの、ラキアさんのライブでは声出しませんでした。一切。さすがに、黙って飛んでた。<laughs> 黙って飛んでたけどそう。ライブではね、自分のライブで思いっきり歌って煽おっていきたいと思います。よくめっちゃ飛んでるよ。<laughs> めっちゃ飛んでるよ。ライブ。 そりゃあね、奥ゆこんだけライブで飛べって煽っといてさ、人のライブ行って飛ばなかったらさ、めちゃめちゃ <laughs> 何、何って感じじゃない <laughs> めっちゃ飛んでます。はい。いや、もちろん、私もめっちゃ、あの、もともと、そのライブ行くタイプの人だったから、あの、コロナ前とか、アイドルになる前から、ライブによく行ってて、その時もめっちゃ声出してたし、めっちゃ飛んでた。うん。 めっちゃ、もう全然アイドルとかライブとかもパフォーマンスする立場じゃない時から飛んでたし、声出してました。だからもうデフォルトでそれですね。デフォルトでそれです。いや、私多分めっちゃ飛ぶの高いと思う。<laughs> めっちゃ飛ぶの高いと思うし、なかなか疲れないので、ずっと飛んでられます。そう。ずっと飛んでられる。だからほんと今日はもう黙って飛んでたね。あとは、手あげて、 黙って飛んでましたうんえ今度みんなで飛ぼうね一緒に一緒に飛ぼうなんか大好きなみんなとさなんか飛んでみたい一緒に一緒に飛んでみたい <laughs> なんかいつかなんかニーニーの曲で一緒にこうジャンプジャンプみたいなのがこの「モンスターライブプッチョヘンザー」のとこは一緒に飛べるんだけどもうちょっと飛びたいのな,なんかずっと「ジャンプジャンプ」って言ってずっと飛んでたいですうんそう わかるなんかジャンプジャンプって言ってずっと飛んでたいみんなと一緒になんかそんな曲とか振り付けもあったらいいなーって思ったりする全200人の嫌い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 あれも飛べるねえでももっとなんかさあれで飛びたいな正面立って正面立ってただ飛んでたいもうずっとジャンプ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 って言ってずっと飛んでたいね <laughs> いつかなんか そうだね、アレンジしていろんな曲とかでスカーの時とかもさ飛べるじゃん最初の時とかワーイワーイの時とかも飛べるからもっといっぱい一緒に自分たちも奥円もねジャンプジャンプとか言ってるけどね結構拳で煽っちゃってるからなんか一瞬なって飛んだ煽りをしたいなと<笑>,笑っちゃったとも思ったりしたりしましたねうん。 そう。いや、楽しいよ。うん。いやもちろん、でも、いろいろね。まあ、今は、セーフティーエリアとかも、設置されるようになったりとか、ライブではしてるんですけど、セーフティーエリアっていうのは、まあ、なんか、飛んだりとか、しないっていうか、そう、エリアとかもあったりするから、やっぱなんか、僕はさ、なんか、自分が飛ばすのが好きとか、 もっと声出してほしいって煽っちゃったり言っちゃったりとかするけどでもなんか前人それぞれのライブの楽しみ方っていうのもあったりするからもちろんじっくり見たい人はじっくりライブを見ているのもよしだしうん思いっきり飛びたいよって人は一緒に思いっきり飛びましょうっていう感じだしそうなんかみんなのそれぞれの楽しみ方で 楽しめるように2位に,にも一緒に飛べる人は自分たちで飛んだりとかパフォーマンスももっとじっくり見たい人のにしっかりと見てもらえるようなパフォーマンスができてあるとか頑張りたいって言いながらパンやめなめてますパンやめ美味しい <laughs> 糖分取りたくなっちゃったパンやめうまーそう ありがとう。みんな一緒に飛ぼうね。楽しもうね。<laughs> 1一時になっちゃったよ、みんな。お僕は明日はね、正真正銘のね、早起きです。うん。明日は、8時ぐらいに起きるのかな今日か。撮影会なので。そう。ちょっとね、早起きだし、そうなの。 んだからそろそろお風呂入った方がいいかな。ね。しっかり寝ないとね。熊とかできちゃったらね。撮影会が。せっかくね。生体衣装を着るのでかわいく。かわいい奥ゆで入れるようにしたくて。<laughs> そう。うん。ゆっくり休むね。ありがとう。いっぱい寝て。明日は撮影会。精一杯楽しむ。精一杯目一杯いっぱいいっぱい撮影会楽しいんで。 次は、6月初ライブ。大阪で、ゴリラホールで揺らしていきたいと思います。大阪を。楽しみ。大阪日帰りなんだよな、今回。悲しい。でも日帰り終わった後はね、キュープであるから。女性限定ライブあるからね。来てくれるみんな一緒に楽しもうね。6月は中旬もライブがあったりとか、みんなね、私、奥ゆいは、 えっと、ツイッターでもライブまとめをしたりインスタのハイライトにも現在発売中の6月のライブだったりとかのチケットを載せていますのでぜひチェックしてくれたら嬉しいですみんな待ってます一緒に楽しもうなイェーイじゃあ奥ゆいちゃんはそろそろお風呂に入って明日の準備をして寝たいと思います みんな今日は本当に本当に遅くなってしまって急だったんですけれども配信来てくれてありがとうございましたうんーそれでは最後に自己紹介と告知をして終わりにしたいと思いますアイドルグループ2位に黄色担当の奥ゆいです毎日ショールーム配信をしておりますので是非皆さん奥ゆいのショールームをフォローして通知もオンにしておいてくれたら嬉しいです そして2位には現在全国ツアー開催中です6月18日には愛知県でライブがあるんですけれどもこちらのツアーチケットは完売いたしましたみんなありがとうございます当日券などの告知がもし出たらまた自分で知でも拡散するのでぜひチェックお願いしますそして7月31日の月曜日は恵比寿リキッドルームでツアーファイナルこちら一般発売が今日の21時に 開始しましまたもうチケットがね結構残り少ないです本当にありがとうございます前回チケットソールドアウトすることができなくて悔しい思いをしたんですけど今回は声出し OK みんなにいっぱい飛んでほしいし恵比寿リケットルーム7月31日をパンパンにして会場パンパンにしてぶち上げニーニーを作りたいと 思っていいますすは盛り上げたいですめちゃくちゃなのでまだこの日予定空いてるよとか少しにに気になるよって人も一緒に私たちと恵比寿リキッドルームでライブを楽しみませんか現在発売中なのでぜひ皆さん来てほしいです待っておりますそして6月21日は に,に定期公演が渋谷ウームめちゃくちゃ楽しみです。ウームはね、やっぱぶち上がるね。初めてフロアでライブを見たんですけど、今日。楽しかったです。だから、ににもう、ウーム、ぶち上げ、ぶち上げ、上げ上げ、最強のライブをしたいです。もう高まってます、めちゃくちゃ。6月21日の決起集会、渋谷ウームも。 チケット発売中なのでみんなに来てほしいです。待ってまーすー。そしておくゆはね、現在発売中のゼロ一バイトドットコムのえっと、本、えっと、ビジュアルブックに掲載させていただいていますのでぜひ皆さんチェックお願いします。QUO カードと、ね、アクスタもね、買えるよ。引っ越し屋さんのおくゆいのみんなゲットしてねー。じゃあみんな今日も。 ンメが配信ありがとうございましたまた明日の配信でお会いしましょうそう明日の配信でまたねおやすみなさい今日もありがとうねーえっ、ー、と13位たかしありがとう12位コありがとう11位バードありがとう10位ゲデンペありがとう9位アキラありがとう 8位、可愛いおくり大好きマン、ありがとう。7位、高木、ありがとう。6位、吉田、ありがとう。5位、ゆうた、ありがとう。4位、りょう、ありがとう。3位、えの、ありがとう、ばっきュん。2位、さんさんさん、ありがとう、ウィンク。1位、つねつね、ありがとう、チュッ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 今日も配信ありがとうございました。今日の ラグキーワードはうんぶち上げ2に,ーにぶち上げ2に,にでお願いします。